はい、どうも始まりましたということで、キャラ売れ生放送、今日もよろしくお願いしますということで、もう3月になりましたね。はい、こんにちは。さらっと入ってきましたけどもうね、この時期はですね、やっぱね、いい時期なんですけど、うん、僕にとっては結構複雑な時期でございましてですね、花粉がひどく飛び交う時期じゃないですか。あ、飛び交ってますね。もう死にそうなんですよ今から。もうだって来てますよ僕。来てるけどまだピークじゃん。そうだから僕は本当にちょっとやばいなっていうところだったんで、なんかこれまた僕今浜田ブリトニーさん分かりますよね、うんうん、あの方の僕オフィシャルペットなんですけど。うん、オフィシャルペットなんですけど、うん、なんかいろいろ勧めてもらって、いい病院あるよって、うん、で今そこで僕今治療中でございます。そう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 。そうなんだ。そうなんですよ。そんな感じで、こんにちはってもうお腹が空いてる。こんにちは。そう、とりあえず今そんな療養中の岩見です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうなんです、はい。オフィシャルペットです。へー、うん、そんなペットいるんですね。はい、ちゃんとブリトニーさんが、うん、いいよって言っちゃいないよっていう、はい、そうなんです。名前なんて言うんですか。僕、うん、だから岩見です。あ、そうなんだよそこはそうでしょ。そこでペットの名前が違うって分かりづらいでしょ、そんなんやると。そうなんですよ。なるほど。はい、ということで今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日は今日は、うん、3月ですよ。そう、3月で、なんすか、今もう卒業ですか。そうそうそう。やだよ。じゃあ今は卒業しないんだけど、ね、はい、うん、もう卒業生昨日から出てて、いやもう やたら見ますよ。なんか外ね歩いてたらもう、あ、完全にこの人たちは卒業式だなっていうテンションの人たちをやたら見ますからね。で、昭和学園も昨日から卒業式が始まっております。もう、はい、なるほど。岩見はまだ1年生だからあんまり関係ない。今卒業式が行われてるんですか。最中です。昭和学園で。そうです。昨日から31日まで毎日。あ、そうなんすか。毎日それぞれね、やっぱそれぞれの ね卒業式があるんですかね。そう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 ですよ。 いろんな卒業があるんですか。で、岩見はまだ1年生だから卒業できないので、うん、雪合戦して遊ぼうかなと。いやいやいや卒業式やってる人たちの他で寄席で何やってるんですか。まあ別に全然いいんですけどね。雪合戦、うん、やりましょう。雪合戦ね、うん、23日まで、3月23日までなので、うん、もう今のうち やったことないでしょ。やったことないですし、見た感じ、ちょっとモニター変わりますかね。全然、うん、全然積もってないじゃないですか。ね、ここはいつも誰かが雪かきしてるから雪がない。めっちゃ綺麗じゃないですかこれ。じゃあ行きましょうか。行きましょう。戦場があるんですか。はいはいはい。じゃあ右に運動場に。運動場。はいはい、はい、こっちですかね。はい、ほら来た雪。あ、本当だ。めっちゃ降ってるやん。しかもちょっと雪かきがちゃんとね。そう。いやもう大変ですよね。先月週末が2回。2回とも雪降っておじゃんなって、もういろんなイベントみんなでね、多分潰れた、ね、いろいろ中止になってね、迷惑してるとは思うんですけどね。でも小栄町は中止になりません。ならないですね、はい、ちゃんと雪かきされてますもんね。整地されてますもんね。場所はですね、はい、テニスコートなので、はいはい、はい、前に体育祭の時に、はい、得点ボードが出てたところの隣になりますかね。もうちょいもうちょい右の、はい、で、上の、はいはいはい、あ、ここが、あ、人が、あ、いるいるいる、あ、めっちゃいる、めっちゃいる。運動場、テニスコート前、うん、かやのくんがいる、一番左のこの方かやのくんで、なんか、みんなね、服装変わっちゃうから分かんなくなっちゃうのね、うん、誰だろう、みたいなこんにちはって来て、こんにちは。あ、これここオープンチャット。そう、オープンチャット。オープンチャットか、はいはい。じゃあちょっと挨拶だけしていきましょうかね。挨拶は大事。ここが戦場です。こんにちは。で、皆さんと雪合戦ができる、うん、そうなんですよ。なるほど。皆
皆さんと雪合戦がね。じゃあ後から皆さん雪合戦しましょうね。え、これ別に参加人数はないですか？何人でもできるんじゃないかな。いえ、把握してないんですか？なんで？わかんない。何人でもいいんじゃないかな。やりましょうね。やりましょうね。ね、雪合戦なんですけど、はい、時間が決まってるんですよ、やれる時間が。いつでもかんでも雪合戦ができるわけじゃなくて、だってその場のノリでできるんですか？その場のノリでやると喧嘩になるので、うん、時間を決めてやるんですよ。あ、そうなんですか。何時からですか？それが毎時0分から20分から。じゃあもう過ぎちゃってる。過ぎちゃってる。で、ね、5分間投げ合うんですよ。だから0分から5分まで、20分から25分まで。すげえインターバルみたいな。40分から45分まで。わかりました。そうってなるので、じゃあ次40分で20分20分そうそうそう。なので、はい、それまでに頑張って説明します、はい、なるほど、わかりました。やり方、いろいろやり方をわかりました。集まってる人もやったことない人いるかもしれない。なんかちょっと聞いてみましょうか、ね、雪合戦初めての人、うん、どうしよう、岩見だけだったら。いや、みんな、やってるかな。雪合戦はね、でも結構人気なんですよ。もうね、もうテニスコート前に9名も人来てますからね。雪合戦初めての人いますか？のしっていきましょう。のしってなんですか？あ、なるほど。やってますってこと？やってないのかな。私初めてっていうことか。ことをのしっていうんですか？のしじゃない、手を上げて振ってるっていうこと。あ、そういうことか。そういうこと。いやいや、難しいですね。なるほど、なるほど。完全に僕はのしと呼んじゃいました。のしじゃない。で、雪合戦はどうするんですか？はい、じゃあ雪合戦説明をしましょう。はい、はい、まず、はい、ここから一歩前に進みます。一歩前、はい、奥に行くんですね。奥ですね。そうするとどんどん増えてるな。ねえ、ちょっと待って、誰がいるんだ、名前が出ない。茅野瑞希さん。その茅野瑞希さんはあれですよ、 OG、 OB ですよ。ああ、なるほどね。元生徒会、私と一緒です。ゆうさん、初芝さん、財前あゆねさん。あゆねさん、はいはい。ゆりさん、ゆうやさん。ゆうやさん、なんか雰囲気ちょっと違うね。えりさん。みんないろいろ変わるんだよね。雰囲気違うか全く分かんないや。こんにちは、えりちゃん。もうそれぞれでちょっと会話が弾んでますけどね。じゃあとりあえず奥行っちゃいますよ。はい、じゃあ一歩ちょっと奥に行ってみてください。そうすると、はい、今何かもらえましたね。おにぎりみたいな、はい、おにぎりじゃなくてこう雪玉なんですけど、ね、あ、雪玉、ああ、なるほどね。雪合戦するためですね。そうです、そうです。それを手に入れました。はい、はい、じゃあちょっと、そこで、うん、左と右っていうコートがあると思うんですけど、左面、右面、誰もいません、はい、誰も。フリーバッティングってありますか？フリーバッティングはちょっと体育祭の時だったので、あ、なるほど、ちょっと見なかったことです。分かりました、見なかったことで。で、雪合戦なんで、まあ、投げ合って遊ぶわけです。これ入って大丈夫ですか？あ、入っても大丈夫ですよ。入ります、はい、入りました、はい、で、この左コートと右コートに分かれて、はい、みんなでこうぶつけ合う。なるほど。話です。現状今1人しかいないから、はい、俺しかいないから、はい、もうただのなんかただのテニスコート。いやいや、つまらないな。でも今の時間は投げられないです。もう終わってるので。0分から5分で終了。ああ、そっか、もう終わったんだ。次は20分から。あ、来た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 。ゆうやさんが来ましたね。じゃあ試しに投げてみますか。はい、投げれないんでしょ。投げれないけど、とりあえずこう練習がてら。どうやって投げるんですか？で、アイテム欄開いてみてください。はい、そうすると雪玉がどっかに。あ、分かった。あります？これどうしますか、はい、使う。いちいちちょっとこれ下行くの大変ですよ。ああ、そうね。あのね、うん、確かに下に行くのめんどくさいので、はい、優先度を上げようと思います。あ、ここお星様ね。そうそうそう。あ、なるほど。それを5にすると、しとけば、1回使ってみると多分今は使えませんみたいなことにね。決められた場所と違うんじゃないと迷惑になるね。なんじゃそりゃ。迷惑です。いや、使い、じゃあ結果使えないのね。使えないです。で、もう一回アイテム欄開いてみると、あ、上に来てる。あ、じゃあもうこれやたらいけますね。というわけでですね、はい、それをまあとにかく時間になったら投げると。なるほど、5分間、はい、120個も投げれます？いや、無理です。いや、そう、いや無理なんかい、無理ええかい。いや、でもね、投げる人はね、50個くらいボンボン投げる。へえ、すごい。一回じゃあちょっと戻りましょうか。戻りましょう、はい、皆さんのいるところで今投げられないんでね。まあちょっとじゃあ、そうですね、20分の回にちょっと練習がてら
20分からとりあえずちょっと一回練習をやってみましょうと。どんなもんかっていうのを。じゃあちょっとみんな言っておきましょうね、はい。20分の、雪合戦、うん、雪合戦にしよう。雪合戦で練習しますよ。練習やりましょう。皆さん OK ですか。それで投げ合うので、うん、まあ、右と左に分かれなきゃいけないです。なるほど。どうやって分かれたらいいですか。分かんないですけど、今みんが好きな人と嫌いな人に分かる。いやいや、そんなは分かんないでしょ。そういうの良くないですよ。え、これ分かんないですけど、これ下手したら、うん、僕1対10になるかもしれない。あ、それもあるんですか。あの入るところは自由なので、はい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 、よくあの生徒のみんながやってるのは、例えばですけど、はい、おまんじゅうの粒あん派とこしあん派に分かれるとか、あ、なるほどね、朝はご飯かパンかとか、なんかそういう感じでチーム分けをしたりしてます。オーケー。じゃあとりあえずこれは、あくまで練習練習なの で、はいはいはい、で僕も練習したいんで、みんなちょっと僕の的なところかな。みんなせっかくやから、もしくはあの全員僕のコートに来ますか。いや、それあれちょっと待って、誰だ。なんすか。こんにちはってなんかみんななんかやたら、はいはい、やたらなんかクララさんこんにちはってなんか挨拶が来てるんですけど。あ、クララさん来ました。誰クララさん。クララさんってあのクララさんですか。え、あの前回のやつ。なんだっけ。いや知らんのかい。あれの年間、あのアイドルの。そう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 、リトラビの。あれでしょ、俺は普通に。あ、本物だ本物だ。どれどれどれ。あの、カヨノコの隣に。これこれこれか。あ、おったおった。何、しれっと。しれっとアイドルが来た。しれっとアイドルが来た。やってんの今、なので。あ、そう。え、ちょっと待って、じゃあクララさんもちょっとやりましょうよ。もうこの状況、すごい、この状況でいくと、あの僕初めましてなんで、あ、そう、とりあえず自己紹介しておきましょうか。え、これお友達になれないですか。さすがになれないのか、やっぱ。あ、ごめんなさい、そうそう、なれる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 んだけど、ちょっと今やっちゃうとほら、みんなも ね、友達になりたい。クララさん、はじめまして。はじめまして、岩民です。今日は2人じゃないんだね。多分本当に、プライベートで普通に来てくれた利用されてるんですよね。雪合戦の会場はここですか。ここですよ。おー、ここですよ。なるほど、やばいね。じゃあこれ単純に、うん、ね、クララさんの方と僕の方に入りたい、うん、クララ対岩見みたいな感じ。 それでいいじゃないですか。おお、じゃあとりあえずそれを送りましょうか。それはすごいね。そしたら、あの右と左があったじゃないですか、はい、なんで例えば右クララちゃんチーム、左岩見チームとかって決めておかないといけないので、はい、右コート、あとは岩見、あのクララちゃんにやり方教えてあげてください。え、雪の投げ方、投げ方は右って雪玉をもらうんだよって。あ、そういうことね。ちょっと待ってくださいね。右コート、岩見チーム、左コートクララさんチームチームで分かれましょう。かわいい、かわいい。いや、何これ、面白いことになってきたな。面白い。分かれましょう。練習ね、とりあえず練習なので、 あくまで練習です。そうそうそう、本気、いや、まあ本気でもいいんだけどね。こうやって投げるのかっていうのがとりあえず分かってもらえたら。
うん、ね、ここでね、もうこういうね、平等なね、振りをやってるんですけどね、うん、悪意のある人はね、うん、本当に全員クララさんの方に行きますからね本当にこんなことありますか、ね、練習はきっと半々なんだけど、うん、さあ本番ってなったら多分今一人とかね、いやね、そんなね、お笑いの法則とかもいらないですからね、マジでそういうの狙ってるんでしょ。そんなん 狙ってできるもんじゃないでしょ。だってこれみんなの力です、そんなんできたら。みんなの力でね。クララさん、あれクララさんいるか、クララさん雪玉持ってきて、まあ、上にじゃもうコートに入ればいいんじゃないか。20分からだし。ああ、ぼちぼちか。うん、中に入って、あ、こんな感じなのねっていうのを撮りましょう。じゃあ中に入るとまたちょっと感じが違うので、それでは皆さんコートに移動しましょう。クララちゃん OK かな、チーム分かったから。振りですね、分かります。いや、振りじゃないですよ振りですね、振りじゃないですよ、振りですね。誰だ、初島さんは振りじゃないですからね、本当によく分かってらっしゃる。さすが、それでは皆さん、すごい学園の生徒、行きましょう。できない要因、はい、俺どっちだったっけ、僕右出してた、どっちって言ったの、分からなくなった。過去のやつ、過去のやつ見て、右コート、今みんチームが右、僕は右です、はい、で、クララちゃんチームが左コートには、じゃあ分かれましょうか。20分から始まるので、みんなも好きな方に、好きな人の方に、ね、レッツゴー。あえて言おう、岩見は右コートであると、とコメントします。うん、岩見チームだからね。あのザビ家のね、有名な人の、ね、発言ですね。よし、では、あ、もういなくなっちゃった、みんな早いな今に早いみんなみんな早い、残されてる、残されてる、もう吐く、言って、はい、もうチャットしてる間にもう入れちゃったよ、はい、俺右、あ、あれ、意外といる、俺の子意外といる、5人いる、クララさんのとこ3人やって、で、俺で6人目かな。あれ、クララさんいないよ。クララさんは、え、今どっちに入った、俺右コート入ったよ。クララちゃんはじゃあ反対側じゃないか、これクララちゃんは左。そう、あやかさんドキドキ。あ、これもオープンチャットできるんですね。うん、でも、うん、クララちゃんが相手側に見えてないということは、クララちゃんは右コートにいるんです。こっちに誰がいるか分かんないですか。そこで分かる。どこどこ。その人数のところ。人数どこだ。右の四角い、そこ、その喋ってるところの。喋ってるところのこれ。あ、これか。どう？クララさん。ちょっと待って、コメントきました。クララさん、岩見のところにいますって。いや、もう早速おっちょこプレイ行きましたね。さすがアイドル。じゃあ僕はあえて左コートに行きましょう。これ戻ればいいよね、とりあえずね。でもさ、別に練習だし、あ、そうか、練習、このままでも別に練習だからね、終わりました。で、20分になったかな？出直してきます。あ、いいのに、いいのに。あ、そうか、これあやで、クララって、あやかって書いてクララなの？クラハラあやかちゃん。あ、そうか、そうか、そうか。それでクララちゃん。うん、で、これちょっとは、普通のオープンチャット分かりづらいんですけど、はい、相手面に見えてる人たちとは、はい、こう会話は見えてるんですけど、いつものオープンチャットで見えてるこの下の欄は自分のチームの会話なんですよ。なるほど、ちょっと分かりづらい。 OK、 もうとりあえず20分なんで、とりあえず投げて、やりましょう。とりあえず投げましょう。クララさん投げて、伝わってんのかな。とりあえずこれでいいんでしょうか。そうそう、とにかくこれで、とにかく投げよう。あ、クララさんから電話かな、違うか。なんで、はじめまして、あ、違うみたいですね。もうとにかく投げるです。なるほど、使う、投げる。このみんな音符だけど、あ、なんか来た、あ、何、あ、それね、ワッペンもらえた。何ちゅうも投げてるんですかえ、もらえたりさ、アイテムがね、飛んできたりするんですよ。だからそれもコンプしなきゃ。コンプ、そんな種類あるの、うん、2、3、
全部で、うん、ワッペンが3種類と消費アイテムが1種類だったかな。なるほど。あ、これ誰めがけてとかはできないんですか？ないんです。それやるとほらちょっと嫌な感じじゃない。なので、でその音符が出てるってことは投げてる。あー、当たった。わー、めっちゃ食らった。これ体力なくらないですよね。なくなる。なくなるの？当たりすぎると死んじゃうから気をつけてください。ある？まだ体力。まだ大丈夫。なくなったら分かる。体力ブドウ1個しかない。あ、じゃあだいぶ少なくなってから、もうそう早く、もういいんですよ。そうやってるとほら当たっちゃうから。あ、やばい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 。投げる投げる。で、死んでも大丈夫。大丈夫なの？大丈夫。結局保健室送りでしょ。うん、それがならない。ならないんだ。ならない。大丈夫。だからこう当たらないように。ちょっと待って、やたら向こう人増えてんだけど。今見1人しかいない。うわ、なんか変、クラゲみたいな人来たよ。誰これ？クラゲは多分ね、レイブン。レイブンって誰だよ。誰だよとか。レイブンすごいね。レイブン、そんな、レイブンどうやってそんな衣装買ってきたの？なんだよ、いや、ほら見て、こうユニコーン、ユニコーンとクラゲ混じりみたいな。レイブンすごいな。何なんだよ、レイブン。すごいよ。もう早く投げてください。レイブンの衣装、どこで商店街にそんなの売ってあんの？あのね、クラゲはね、昨日から行けるようになった卒業旅行で買ってますね、これ。限定品なんですよ、9時の。いやこれ、まあ、いろんな意味で卒業はするんじゃないですか、これだと。すごいね、このレイブン。レイブン、レイブン、だって他の人の顔埋めちゃってるかも。だってクララさんの顔がちょっと埋まりそうでしたからね。埋まりそう。こう終わって結果が分かるの？結果が分かりますね。最後までとりあえず投げると、一番上の黒い帯のところに点数が出るようになってるので、うん、あとどれくらいかな？あと2分ちょいぐらいですかね。うん、まあ、あくまでこれはね、練習ですから。そうそうそう、こういう感じで投げるんだよっていうのを分かってもらう。クララちゃんとか分かったかな？投げてるかな。でも投げてるんじゃないですか。うんうん、で飛んでくるアイテムもゲットしつつ、うん、雪玉投げつつで、これが3月23日で終了と。もう1週間ぐらいですかね。そうかな、今日12、13、うん、あと10日ほど。うわ、ちょっと待って、なんか多分さ、これさ、うんうん、あれだよね、絶対俺らで映ってるからあっち行こうぜみたいな。そんな感じでしょ。だってあ、そういう、だってなんかどんどん俺のとこのチームだって減ってってもなんか。そうか、そう、あ、終わったこれ。うん、死んだ。え、な、おい、知らない言うたやんけ。死んでも大丈夫ってね、大丈夫でしょ。いや、大丈夫だけど、だってで外に出されちゃうので、もう一回入り直す。また入るの？そうそうそう、ちょっと待って。まあ、気絶して外に出ちゃったっで、右行こうと行けばいいね。そうそうそう、ほら、9人いるもん、向こう。さっき3人とかだったのに。やばいな。クラゲ面白いな。レイブン、すごいね、レイブン。まあ、なので、保健室には飛ばされることはないんですけど、なるほど、まあ、ロスになるので、体力回復もしつつと。あ、クララさん、いないね。まあ、画面に現れ、あ、もしかしたら気絶してるかもしれない。そうだ。あと1分かな、みんな頑張って、みんな頑張って。でも投げ方とかもう把握できた感じですか？そうですね、なんとなく。でも本当人多い。あ、終わったかな。あ、終わっちゃった、終わっちゃった。じゃあこれで終了。結果は？結果はこの後、黒いところに、黒い帯のところに。すげーいるな。お疲れで、終わったらお疲れ様でしたと。なるほど。入れるのが結構みんな礼儀みたいですよ。結果？結果はそのうち黒い帯のところに水色の文字で流れてくるはず。全然出てこない。一回外に出ちゃったからダメなの？うん、え、そんなことない。クララさんいたいた。もうクララさん、向こうのコートの人とも会話できるんですよね？あ、できますよ。今向こうのコートの人
人がこう喋ってるあのコメント来ました、あのクララさんから、うん、あのよくわからないうちに終わってしまった。そりゃそうですよね。いや僕も最初分かんなかったんです。もういきなり来てさあ始めましょうでしたもんねこのあとね、あと40分からもう一回やりますからねっていうのを送っとこう。でそこで本番で、うん、岩見 VS、うん、クララちゃんでやったらどんなですかね、はい、負けた方が何なんでしょう。いやいやいや怖いこと言いますね。負けた方が何々って言いますけど、映ってるの今僕しか映ってないですからね。リスク高すぎでしょ。点数出ないですか。あれ負けましたね。あれどうやって結果出たの。多分ね、本当は出てるんですけど、今外にほっぽり出されたからね、結果出ない。ええー。とりあえず負けた。なるほど。ルールってどうなってるんですか。ルールはもうただ投げる。ただ投げる。でこれで終わって次の回が40分からなので、この間に例えば保健室にいて体力回復するとか、なるほど、雪玉をもう一回もらうとか、なるほど、そういうことをやろうっていう時間がある。わかりました。じゃあとりあえず、はいもう時間がですね、もう来ちゃったので、次40分からいきますか。40分にスタートなので、はい、じゃあ、まあ、5分前には35分でじゃあまあここでまた分かりました、ね、じゃあテニスコートでまたちょっと皆さん待ち合わせましょうかね。テニスコート前でね、じゃあとりあえず、次、本番いきます。以上キャラフレ生放送でした。